ミスター M さん、こんにちは。いつも返信ありがとうございます。そうですね、炭水化物ね、完全に抜くと元気が出なくなったり、まあ何よりも、なんか欲しくなりますよね。やっぱこう、ご飯食べたいなとか、パン食べたいなとか。だから適度に取るのが必要だってことは、よくわかりました。まあ、短期的に体重減らそうかなと思ったら炭水化物をぐっと抜くとね、本当にすぐ減るんで、びっくりするんですけども、まあ、そのダメージっていうか反動っていうかね、副作用大きくて筋肉が毀損されたりとかね、するらしいですよね。まあ、こういうこともいろいろと興味を持っていくと学べるもんだなと思いました。でね、今回ね、新しい YouTuber さんで同い年のユミコさんって方がいらっしゃるんですよ。なんかヨガ講師をされていて、英語もペラペラと喋る方なんですけども、この方がね、動画を作っていて、その中で言っていたんですけども、音叉ってあるじゃないですか。音楽の時間にこうポーンと叩いたらキーンって音がする U の字のやつ、その音の振動でなんかセラピストっていうかね、セラピーやってるんですよね。で、音叉で、まあ、人間の体っていうのは水でできてるから振動してなんかコンディションが良くなるってことを言われてたんで、これなかなか新しい発想だなと思ったんですよね。で、ちょっと違うかもしれませんけども、やっぱこう掛け声って大事じゃないですか。僕らこう何かをする時、うっとか言ってね、小さくとも大きくともおりゃーとか言って掛け声しますよね。言ってみればあれも自分に活を入れるための、まあ、波動なのかなと思ってたんですよ。まあいろいろとね、あるもんだなと思いました。今度ね、その由美子さんとまたね、なんかこうズームライブでもしてみようかなと思うんですよ。まあ、女性の方なんでね、女性の方のダイエットとかに、お役立ちできるかなと。あと若返りとかね、アンチエイジングとかね、まあ、ミスター由美さんもよろしかったらね、由美子さんの動画ちょっと見てあげてください。ということで今日はね、ミスター由美さんからメールが来まして、いろんなね、炭水化物とかグリコーゲンとかやっぱよく知ってるなというところが来ましたんで返信させていただきました。これからも忙しいと思いますけども、よろしくお願いします。また焼肉でも食べましょう。それでは失礼します。